デウスト大学はスペインバスク州にある大学。イエズス会によるカトリック大学である。メインキャンパスと本部はビスカヤ県ビルバオにあり、ギプスコア県サンセバスティアンにもサブキャンパスを持つ。イエズス会によってデウスト大学は1886年に開校した。巨大な建物は建築家のマルケスによって設計され、当時はビルバオ最大の建物だった。 ビルバオのメインキャンパスはネルビオン川を挟んでビルバオ学研ハイム美術館の対岸のデウストクに立地している。大学名にもなっているデウストクはビルバオの一地区だが創立当時はビルバオから独立した基礎自治体だった。1916年に設立されたビジネスカレッジは50年近くもスペインで唯一のそれであり、1973年に 経済学、経営学部となった。1931年のスペイン大に共和制成立は、デウスト大学に大きな影響を与えた。1932年1月23日、スペイン政府は、政令で、イエズス会の会社を解散させ、イエズス会が所有する大学は閉鎖された。いくつかの講義は、ビスカヤ文化学院で続けられ、経済学部の講義は、 スペイン内戦の勃発まで通常通り行われた。スペイン内戦中の大学は軍事基地となっていたが、1937年にビルバオが陥落すると病院、食料供給センター、強制収容所として使用された。1940年10月に授業が再開された。1938年から1974年までの フランシスコ・フランコ政権下の文官大臣の出身大学を見ると72人中41人がマドリード大学、10人がデウスト大学、5人がバルセロナ大学、16人がその他であり、デウスト大学はスペイン屈指のエリート養成機関としてスペイン全土からブルジョアの指定を集めた。バスク祖国と自由の前身であるエキンはデウスト大学が発祥の地であり、 デウスト大学はバスク民族主義者たちの画帳だった。1962年時点で、デウスト大学の名前はバスク州全域やスペイン全土で広く知られており、卒業生は実業界、政治界、文化界などで活躍していた。しかし、イエズス会が設置したカトリック大学であるデウスト大学での研究は公認されておらず、州立大学での学位認定試験を受験する。 必要があった。このため、社会的には、大学として認知されていたが、公認を求める行動が行われた。1962年4月5日、スペイン政府とローマ法王朝は、カトリック大学の法的地位を認めることで合意に、達し、1963年8月10日、デウスト大学は、ローマ法王朝による公認を受けた。9月には、法学部、哲学、 芸術学専攻がスペイン政府に認可された。これ以降は学生数が急速に増加し、500人から1000人に、また5年後には1000人から2700人に増加した。10年後には5000人となり、現在の学生数は14000人に達している。1973年には経済学、経営学部が認可され、1979年にはコンピュータ科学部が認可された。 デウスト大学はアリストスキャンパスムンドゥス2015の一員である。サンセバスティアンキャンパスの起源は1956年まで遡る。当初は経営学、法学、経済社会学、工学の準備段階の講座が開設され、イエズス会が管理と運営を委託された。1960年にはこの組織がユジッと名付けられ、1963年にはユトグの指揮師として、 技術研究部門が置かれた。1979年、経済学、経営学部は UD に依存する学部となり、1990年にはサンセバスティアンキャンパスがデウスト大学にとって2番目のキャンパスとなった。今日のサンセバスティアンキャンパスには、経済学、経営学部、人文科学部、観光学専攻、社会労働学専攻が存在する。デウスト大学の本部棟。 バスク地方には、デウスト大学の他に、バスク大学、モンドラゴン大学、ウダコエウスカル大学、ポー大学、スペイン国立通信教育大学、ナバーラ大学、ナバーラ州立大学が存在する。ありがとうございます。